皆さんこんにちは。2024年の4月でございます。今回は RX100M7 でずっとね、やっております玉ボケ切れについてもっとなんとかなんないかっていう検証ですね。いろいろとやってきました。なんですけど今回は絞りによってですね解消できないか、あと焦点距離によって解消できないかっていうことを少し実験してみたので、興味あればチェックしてみてください。で、シチュエーションによって全然ね、やっぱ皆さんの撮影と僕の撮影といろいろと背景との距離感、光の感じって違うので、あくまで本当にもう雑談レベルで聞いていただくといいかな。これの検証が全てではないので、それだけちょっと先に、説明します。そして今回の条件は全てクローズアップレンズ1番を取り付けた状態で行っております。はい。それによってね、より被写体に近づけるのと背景がボケるので、玉ボケも作りやすいっていうようなことですね。はい。そういうのは気になる人は過去の動画をぜひチェックしてみてください。では、どしどしですね、まずは絞り込んで玉ボケ切れが解消されるかっていうのをやってみたいと思います。今、中央に花があって上の方、はい、玉ボケがありますけれども、切れちゃってますね。玉ボケは若干小さいんですけれども、悪い例の画像でございます。では、今 4.5 なので、6.3 に絞ります。3、2、1、いかがでしょうか。絞った分背景が、やっぱり、ボケなくなって、玉ボケも小さくなっていきますね。ただ、6.3 まで絞ったんだけど、まだ切れている感じありませんか？なので8まで絞り込んでみようと思います。3、2、1、はい、どうでしょうか。かなりね絞り込んできたので玉ボケももう点にもう近づいてますけれども、8まで絞り込むとざっくり見た感じは玉ボケ切れは解消されたかなって感じがしますね。でさらに一番マックス11まで絞ってみましょう。3、2、1、ここまで絞ればもう切れてんだか分かんないっていうぐらいのね大きさになってますよね。だからどしどしまずは画像の方を切り替えていきますね。では次行ってみましょう。はい、中央に枝があります。これも 4.5 一番開放で 200mm で寄れるとこまで寄って撮りました。後ろの玉ボケ右の方ですね、ちょっと上の方パツンと切れてますよね。はっきりとパツンと切れてるわけではないんですけれども、これは玉ボケ切れが発生している状況だと思いますね。では、6.3 まで絞ってみましょう。3、2、1、はい。でもやっぱね、切れてるんですよね、まだね。じゃあ、8まで絞りましょう。3、2、1。8まで絞り込むとマシになってくるかなとやっぱ感じがしますね。ただ、玉ボケは、小さくなってしまってますね。その辺の感じっていうのは巻き戻して、一時停止とかしてチェックしてみてください。で、せっかくなんで11まで絞ります。3、2、1。いかがでしょうか。はい。やっぱりね、11まで絞り込んじゃうと、もうね、結構シャリシャリ感が出ちゃうっていうかね、玉ボケ自体も相当ちっこくなっていくので、一旦8ぐらいをめどに徐々に絞り込んでいくのがいいのかなっていう感じはしますね。では、シーンは変えてみましょう。はい。こちらですね、4.5 開放にしております。玉ボケが切れてしまってますね。はい、では 6.3 まで絞ります。3、2、1、はい、いかがでしょうか。やっぱ切れちゃってますよね、まだね。なので8まで絞り込みましょう。3、2、1、はい、いかがでしょうか。やっぱ8ぐらいまで絞ると切れは解消されていく感じはしますよね。では、一応11まで絞り込んでみます。3、2、1。はい、いかがでしょうか。はい。背景はもうね、かなり、ボケ感はなくなっていますけれどもね。なので、やっぱ8ぐらいまで絞り込むといいのかなって気はします。で、また違うシーンに行ってみましょう。今度はですね、被写体がないパターンですね。マニュアルフォーカスにしてですね、適当にこうボケを作って、で、玉ボケが切れた悪い例を撮っております。全部が全部こう切れるっていうわけではないですよ。ある一定の条件になると、上下が切れるって感じですね。では、これは 4.5 なので 6.3 まで絞りましょう。3、2、1。はい、どうでしょうか。ふわっと丸くはなったんですけれども、
でも結構解消はされてますね。少し怪しい部分もあるんですけれども、まあ、さっきまでは 6.3 まで絞っても結構パッツン切れてましたけれども、まあ、状況にやっぱりよるってことですかね。ただ一応あの8ぐらいまでまあ絞っておいた方が安心かなとは思いますけれどもね。なので8まで絞り込んでみましょう。3、2、1、はい、どうでしょうか。うん、ふわっと丸くさらになったかなって感じはしますね。ただもちろん玉ボケはどん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 小さくなっていきます。では一応11まで絞った絵も見てみましょう。3、2、1、はい、こんな感じですね。うん、まあ最初と比べると相当あの背景がどん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 鮮明になっていくっていう感じですね。じゃあまたシーンを変えてみますけれども、はい、まあ同じようなねシーンですね。被写体がない方がこう分かりやすいかなと思ってね、撮ってみました。 4.5、 はい、切れてますね。じゃあ 6.3 まで絞ってみます。3、2、1、いかがでしょうか。うん、まあ切れはやっぱりここまでなんかあれですね、玉ボケが大きくなると 6.3 で結構解消されるような感じがしますね。ただちょっとカクカクしたようなね玉ボケになっているのと、まあ年輪ボケ、玉ねぎボケとも言われますけれどもね、模様が出ちゃってますね。ただこの模様は僕的に別にそんなに嫌いじゃないというかですね、まあ豪湿とかフレアもなんかね、あのシーンによってはまああった方がいいっていう人もいるし、まあ光学性能的にやっぱりね、あのコーティング的なところで、まあ、ない方がいいっていうね人もいるんだと思うんですけれども、まあオールドレンズとか使うと結構ね、こういったボケ感っていうか年輪ボケとかなんか出てくる、まあ、イメージとかもあったりするんですけど、僕はこれはこれで味だと思っているので、うん、まあ気になる人はちょっと気になるかもしれないんですけどもね、絞るとまあ年輪ボケがなんか出てくるような印象もありますね。では8まで絞ってみましょう。3、2、1、うん、いかがでしょうか。あ、でもここなんかあれですね、左側の薄い玉ボケが切れちゃってますね。うん、まあ、なのでシチュエーションというかその状況次第によって、まあ、6.3 で解消はされたけど8でまた、ね、光の感じが変わるとちょっとパッツンとあのいってしまうみたいなこともあるのかもしれないですね。じゃあ11まで絞ってみましょう。3、2、1、うん、いかがでしょうか。まあ、ちょっとやっぱね絞り込むとカクカクしたような、感じですね。羽の形になっていくっていうかね、ですけれどもパッツン切れてる感じっていうのはやっぱり11まで絞るとないかなって気はしますね。はい、ということで、もう一回同じシーンで検証してみました。はい、まあ、これやっぱね光の入り方でイメージ変わるので、そうですね。でこの日曇ってたんですよね。でも一瞬光が見えたんで今だと思ってね、またちょっと撮ってみましたけれども 4.5 ですね。じゃあ 6.3 まで絞っていきましょう。今これ切れてますよね。3、2、1、うん、どうでしょうか。まあカクカクしてるっていうイメージです。なんか切れてんのかカクカクしてるのかっていうね、どっちなんだろうみたいな感じがしますけれども、はい。で、8まで絞ってみましょう。3、2、1、うん、こんな感じでございます。まあ、端っこをね玉ボケの形って変わってしまっているんですけれども、まあこれは別に他の、ちゃんとしたミラーレス一眼の結構ボケ感作れるようなレンズでも、で端っこって玉ボケの形がねぐにゃっとなんか潰れたりとかもするので、まあ僕が言っている RX100M7 の、まあ、上下がパッツン切れるっていうまた切れ方とちょっとこれは違うかなっていう気がしますね。はい、じゃあ11まで絞ってみましょう。3、2、1、うん、まあ、これはこれでね、このぐらいキラキラ光がしっかり入っていくとね、こうダイヤモンドダストじゃないですけどキラキラして綺麗な感じはありますよね。はい、ということで、まあなかなかね、晴れ間が週末なくてですね、いい写真っていうのがまあ撮れなかったんですけど、まあ、今回もあの JPEG で何もいじっていない状態です。ただまあ検証なので別にその被写体がなんちゃらとか、まあ、とにかく玉ボケの感じだけを撮ってみたっていうようなことになるので、まあ、写真の質とかは全く、はい、気にしないで見ていただけるとありがたいですね。で最後にですね、焦点距離、はい、ちょっと画像を切り替えますが、焦点距離も例えば 200mm 望遠端でまあ玉ボケが出てくるから切れが発生するんですよね。で絞り込んで玉ボケを小さくすると徐々にその切れがなくなっていくということを今やってみましたけれども、
まあ同じような感じで200ミリから150ミリとか130ミリ、100ミリってどんどん引いていくことによっても玉ボケってやっぱちっこくなっていくっていうかね、いうことになっていくので、まあこれでも解消っていうのはできます。はい。で今見えているのは150ミリですね。200ミリ望遠端からちょっと引いてみました、そしてまた被写体に近づいてなるべく中央の花の大きさを変えないようにっていうことをやっております。150ミリちょっと引いたって感じですね。50ミリ引いてみたんですけど、まだやっぱ玉ボケ切れちゃってますよね。なので321でですね、130ミリ、まあとちょっとだけ引いてみました。321、うん、どうでしょうか。ただやっぱね、まだ切れてるんですよね。まあこれもあのシーンによってなんで、シチュエーション次第によっては、まああの130ミリまで引けば玉ボケ切れがなくなるケースっていうのもあるかもしれないんですけど、まあ今の実験ではまだ切れてるんですよね。だからまあ半分の100ミリですね、までですね、ちょっと引いてみて、またで被写体に近づいてるっていう感じですね。100ミリまで引いてみた状況、321で見てみましょう。321、うん、やっぱり玉ボケがちっこくなっているので、この辺まで引けば100ミリぐらいで取れば、まあ、玉ボケはなくなるのかなという感じで、まあ、これはできたらね、なんか150ミリぐらいに引けば玉ボケなくなってくれたらね、嬉しいなと思ったんですけれども、残念ながら200ミリでまず玉ボケが切れが起こしているとしたら、半分の100ミリぐらいまで引かないとなかなか玉ボケ切れが解消されないのかもしれません。で、そうなると相当被写体が、ね、遠くなっちゃうから、相当また近づかないといけないしっていうことで、まあおすすめなのは絞り込んで玉ボケ切れを解消した方がいいかなっていうふうに思いました。まあ、立ち位置が変わらないので、どんどん絞り込んでいくだけで済むので、はい。やっぱり引いちゃうと思いっきり画角が変わっちゃうから、ね、被写体との距離感とか、まあ、その辺のことも考慮すると、うん、絞り込んで解消した方がいいのかなっていう気はします。まあ、あとはまあ皆さんの状況っていうかね、撮影のシーンによっても、まあ、変わってくると思いますので、まあ、気になった人がいたら同じような実験を皆さんでもしてみてください。で、クローズアップレンズ1番の効果については前の動画でご紹介とかしているのと、あとは玉ボケ切れに関しては、まあ残念ながらやっぱり解消っていうのはなかなか難しいですね。なので、まあ方法としては何ショットか撮って、まあ上下に玉ボケが発生すると特に切れるので、それをさらに画面の上と下に外すっていう方法ですね。それとレタッチによって、まあこれレタッチっていうのは技術がね、修復技術が必要になるんで、誰もができるもんじゃないとは思うんですけど、一応それで改善したっていう動画も、まあ前回やっているので、まあそちらも興味あれば前の動画見ていただけるといいかなと思います。ではまあ本当にこれはですね、ケースバイケース、これが全て正解とかいう話ではないので、まああくまで僕がちょっとね、どういうふうにしたら玉ボケ切れをこう改善できるかなみたいなね、もう本当にまったりとした感じでやってみたっていうだけなので、まああくまで、皆さんの撮影シーンとまた違うと思いますので、ここでねいろいろと実験してみるといいのかなっていうふうに思います。では、そろそろこの辺の話っていうのは終わりにしてですね、あとここからは RX100 で撮った写真たくさんあるので、まあ、まったりとしたこんないい写真撮れるよっていう方にシフトしてですね、いろいろな作例をどしどしアップするような、まあ、スライドショー動画っていうんですか、アップしていけたらいいなというふうに思っておりますので、引き続き RX100 に興味がありましたらチェックしてみてください。でさらになんかこうやると玉ボケ切れ改善したよとか、撮影しているうちにいろいろとまあ気づきもあるかもしれないので、そうですね、でなんかクローズアップレンズも何番使ってみたら、あこうなるんだとか、まあ、そういうのもなんかまだ僕ね購入して2ヶ月ぐらいですから、まあ、ここから3ヶ月4ヶ月半年とか使っていくと、もっともっとね、RX100M7 のこと分かってくる可能性もあるので、まあもしかしたらどっかで、あ玉ボケ切れこうやると治りましたみたいなこともあるかもしれないので、まあ難しいかもしれないけどね、まあ、その辺も気になったら、はい、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。ではでは、長々ね、このシリーズも見ていただいてありがとうございました。また次回の動画、ラジオ等でお会いしましょう。さようなら。